というわけで、今夜もこんばんは。今夜も可愛い奇世界ファッションと癒されるミラクルの声、センシルさんのお時間です。というわけでですね、今夜もご覧になっていただきまして、マジあざますあざますね。今夜もね、見てくれた君がもし目の前にいらっしゃったら、ご一緒にマシュマロ食べませんかと、ねえ、お誘いしたいぐらいっすよ。いや、最近もね、なんだろうね、おなじみの、お店さんの方で、マシュマロさん売ってるのを見かけまして、いやー、マシュマロ食べ、いや、なずかさんマジで、いつも何も食ってないっすね。本当にエナジードリンクとコーヒーばっかりね、飲んでるんですけれども、最近ちょっとね、飲みすぎじゃないかと。最近っていうか、前にもこのね、お話しした気がしますね。飲みすぎじゃねえかとね、思ってるんですよ。いやー、なんかね、違う飲み物にした方がいいんじゃないかなと、最近思ってるんですけれども。いやー、どんな飲み物がいいかな。ね、この動画を見てる君は、日頃、どんな飲み物を飲んでるかな。そんな感じでですね、声も張り切って、素敵な可愛いコーデと、そして、例の、ニューの例のあれをね、やっていこうと思ってるわけなんですけども、ね、そんな感じなんで、マジ今日も、早速、今夜のコーデ、コーデテーマ発表してもいいですか？いいですよね。というわけで、今夜の私のコーデテーマは、最近大人気のあの方たちっぽいコーデというわけでですね、もうね、本当にね、こう、なんだろうね、メイクユアハッピーよっていうね。結構前のお話からするとね、ランニングマンとか、去年とか一昨年のお話になりますと、いいねダンス、ね、流行りましたよね。そしてね、今年流行ってるのは縄跳びダンスですよ。私もね、そういうダンスが流行るたびにね、こう習得してきたんですけどもね、こう誰に見せるわけでもないんですけどもね。それではですね、今夜、こうでした素敵なアイテムの数々、ね、またね、さらっとご覧になっていただきましょう。こちらですね。それではですね、今夜のコーデ、こんな感じになっております。ね、前回ですね、当てさせていただきました。ね、先輩方とゆめちゃん、そしてですね、こうくんの、ね、こう、お人形というか、お人形風船というか、ね、バリバリね、もう3周年仕様でやってみましたよ。さらにですね、ライブカップケーキでライムくんを、さらにプラス、そして、レッドローズネイル、フリフリフラワー水色、猫リボンニット水色、ピロピロ笛、ピロ、いや、これなんか、あれだよね、お菓子にこんなのあったよね。チロスっぽいよね、このピロピロブレ、ね。チロスも食べてないっすね。いやー、チロスどんな味だったかもう忘れそうだよ。誓いの白真珠ネックレス、泣き袋、羽リボンカチューシャ、ピンクライン2杯、パーティーステッカー、早速貼ってみましたよ。そして、カリンって書いてあるんすけども、まあ、サヤパイセンスよね。そして、夜空のベッドメリー、永遠の約束、グリッターリボンクラッチ、シオンバイセン人形、そしてですね、こちらのアラビアンナイトの背景、またしてもギフトさんでいただきました。マジあざます、あざます。ねえ、ご一緒にですね、またもやですね、メッセージの方をいただきまして、いつも見てますよと。ねえ、本当にね、なんだろう、動画やってて、そういういつも見てるぜみたいな、ねえ、こう反応いただけるの、マジ一番嬉しいよね。やっぱこう、なんだろうね、何かをやって、こう、いいね、面白いね、みたいな、ねえ、感じにこう、なんだろう、言っていただけるの、ねえ、これがね、やっぱね、一番ね、嬉しいっすね。もう嬉しすぎて何回も嬉しいって言っちゃう。このね、アラビアンナイトをくれた金も、そしてこの動画をね、今ご覧になってる金も、ねえ、もうこれからもね、変わらず、楽しんでくださいね。金魚イップ、ゴーストノーズ、ティアドロップボブ、ことね、モノクロローファー、ねえ、前回のガチャでね、まさか3種類、違う靴がね、こう、出ると思わなかった。ほんと靴マスターの道をね、どんどん邁進しておりますよ。今に紫ということでですね、今回紫で、ねえ、決めてみましたよ。さあ、そんな感じです、ね。今夜のコーデアイテムでした。ねえ、いや、今夜もね、素敵な感じに、ねえ、仕上がっちゃったんじゃないですか。私もね、こう、1万人ぐらいの中から選ばれるんじゃないですか。というわけでですね、こっからは後半戦。例のあれ、やってまいりましょう。ねえ、またね、素敵な、例のあれがね、もう続々追加されておりますよ。早速ね、行きましょう。というわけでですね、例のあれ、限定ガチャになります。ねえ、センシルさんではですね、最新の可愛い、最新のモードが、もう最新の状態でもちょっぱいでやってまいりますんで、もうね、
引かなきゃなんねえよね。ではですね、前回から増えたガチャをね、見てまいりましょうか。まずですね、折り紙手まりの歌恋少女。へー、というわけですね。いやー、なんだろうね、この素敵なカラフルな感じの置物。いやー、もういいっすね。月明かりの占い師というわけでですね、いやー、前から言ってんすけど、この感じのね、ピンク色すごくいいっすよね。いやーめっちゃ可愛いじゃん。そしてサードアニバーサリーガチャとパンプキンロックガールラブを届ける郵便屋さんマカロンレディ恋の応急処置という感じですね。ねえ、いやこう前にも言ってるんですけど、この動画をね今ご覧になってる君、ねえこう最近恋に破れてないですか？ねえ、もうこう恋に破れてなくてもこうなんだろうね、最近なんかこう心がいやーなんかこう疲れたな苦しいなみたいな感じないですか？そんなあなた、ご安心ください。私のね、動画をご覧になっていただければ、きっとね、楽しくなっていただけますよ。もうね、たくさんありますから、もうたくさんね、楽しくなってください。もう、なんだろうね、少しでも楽しみいただければ幸いなんですけども。いやー、楽しんでいただけてるとね、こう、願いたい、信じたい。今回どのガチャやっていこうかなという感じなんですけども、折り紙手まりの歌恋少女かですね、月明かりの占い師、どっちかをね、やっていきたいんですけど、どっちやっていこうかなー。今回折り紙手まりの歌恋少女いきますか。というわけでですね、今回引いていこうかなと思っているガチャはですね、折り紙手まりの歌恋少女ということなんですけども、これ可憐少女とかじゃないよね。ねえ、こういつもこう読み方というか読み仮名ねえ迷っちゃうんですよね。いや漢字弱いのバレちゃうな。本当にね、周りの大人の方がもう勉強しろ勉強しろとねえ言ってくると思うんですけども、いやそんなことよりもゲームしたいとか動画を見たいとか、もう寝てたいとかね、いろいろあると思うんですけども、こう、将来ね、私みたいにならないためにね。この話もありつつですね、こちらのボブもこう、今画面に映ってらっしゃるキャラクターさんがね、捨ててらっしゃるアイテムとまた違いますね。多分進化したらこのロングヘアになるんじゃないでしょうか。いや、これもね、よく見ると、この毛先の部分が、ねえ、こう、今のトレンドを抑えたね、カラーになってまして。いやー、もうたまんないっすね。そして、ふわりと舞う折り鶴&けまりということで。いやー、なんかさ、前のどっかのパートで言ったと思うんですけども、こう、折り鶴、久々にこう、折ってみていただきたいんですよ。ねえ、この動画見てる君。ねえ、いや、私もね、こう、折り鶴折れるって。ねえ、こう、前ね、どっかのパートで言ったと思うんですけども、その折り鶴折れるって言われて、いや、折れる折れる、楽勝楽勝みたいなことを言ってたら、忘れてました。もうね、なんか折り方をね、忘れてるよ、ね。何回ここ折り返してたら、あ、こうだこうだみたいにね、なったんですけれども、いやー、本当にね、日頃やってないことって、ね、こう、できなくなってくるね。ねえ、なんでこう、できなくなったら嫌だな、みたいな、ねえ、ことは必然日頃ね、こう気をつけて、できるだけね、やるようにしてるんですけども、ねえ、この動画見てる君も、こう、いや、なんかこれできなくなったら嫌だな、みたいな、ねえ、ことは常日頃ね、こう、やるようにした方がいいかもしれないよ。パッソマル千バズル&パッセル折り紙ということでですね、いやー、この折り紙の柄めっちゃいいね。なんだろう、スマホのケースにしたい。続きまして、こっから R になりますね。モダンフラワー袴。上ってどういうこと？上ってマジどういうこと？へえ、なんかこう、こっから、なんだろうね、続きで、上シリーズが2個ぐらいありますんで、ちょっと押してみますか。ほう、へえ、なるほど、なるほど。これ上と下が分かれてるんで、こう、お好みの着物のコーデができるってわけですね。へえ、これはいいなぁ。ですね、袴の下の方もですね、3種類あるみたいですね。いろいろ変えてみますか。へえ、これもいいね。これなんかアウターと合わせればロングスカートみたいなね、感じのコーデもできそうなので、この3つ、いやぁ、これ R だったらこの、ね、袴上下どれか当たってほしいですね。同じでですね、今日はどのアイテムが当たってほしいかなみたいなコーナーになるんですけれども、R はもうね、袴シリーズが当たってほしいなみたいなね、お話をしましたんで、SR を選んできますか。SR はね、やっぱりね、パステル折り紙ですよ。ねえ、もうパステル折り紙が欲しい。そんな感じっすね。そして、そうはいっすも、夏香さんこの辺当たりそうじゃねえってアイテム。ねえ、見ていきたいんですけども、袴シリーズはまずどれか当たるとして、多分この R のね、リストの下の方3個まあこう、袴シリーズはどれかね、当たるとしましてもですね、そうなるとですね、この R のね、リストの下3つのどれかになってくるのかな。折り紙の髪飾りかな？
今回髪飾りっぽいっすよね。というわけでですね、早速ガチャを引いてまいりましょう。今回もね、3回引いてみましょうか。ねえ、というわけでですね、この動画を見てる君も、どのアイテムが当たりそうかなみたいな感じのね、ことをこう、ちょっとね、予想してみてください。いきますよ。3、2、1。さ、回しますよ。3回連続でいきますからね。お、帽子、早速帽子、髪飾りだね、これ。これで素敵なコーデを楽しんで。いやー、なんとなくこう、髪型じゃなさそうだなってね。なんかね、思いましたよね。いやー、見事にですね、当たりそうなアイテム当てましたね。さ、とりあえずあと2回引いてまいりましょうか。いやー、袴シリーズが当たってほしいというか、当たると思ってるんですけども。さ、どれか当たんないかなー。お、ちょっと待って。お、ピアス？だってこれ、袴シリーズ当たんない系じゃない？いや、ちょっと待って、もう一回回しましょう。さ、最後の一回いきますよ。え、ちょっと待って、これ。お、当たりましたね。コーデのこと、もっと勉強しろよ。やったぜ。ねえ、よかった、よかった。戻ってまいりました。いやー、もうね、見事に髪飾りと、そして、当たるっしょって言ってた。ねえ、袴シリーズでしたね。ちょっと待って、私、運気上がってきてたはずじゃない？こうちょっと若干下がってきた？ちょっと待って、ピーク10月、11月頭だった。待って、UR を引かなきゃなんないのにさ。いやー、こう運気が上がる？いろいろこうやんなきゃなんないです。じゃあもうね、この動画をね、撮り終わった後に、こう、運気の上がる方法、調べます。あとはこちらになりますね。こちらの方がですね、私のセンシルさん内でのプロフィールになっておりますので、よかったらですね、フレンド登録の方もよろしくお願いいたします。YouTube で毎日センシルやってるのあずかです。よかったら、動画を見てみてね。そして、チャンネル登録もよろしくね。よろしくね。この動画をね、今ご覧になってくれてる君に、メイクやハッピー、届けますよ。そしてですね、コメント高評価の方も、どしどしお待ちしております。ぜひですね、お気軽にコメント等をしていただきまして、私と交流いたしませんか。ねえ、一緒にですね、このチャンネル、にぎやかな感じにしてまいりましょう。そしてですね、いいね的なボタンも、10兆個ぐらい押していただけると、大変嬉しいです。そんな感じでですね、私はまた、次の動画、朝、次の夜に、またお会いしましょう。お相手は、あなたの夜のお友達、私でした。それではまた次の夜に。